今回も旭川ダムに来たんですけども、ちょうどあの第一発電所から10分もかからないようなねエリアに来てるんですけども、ここは旭川ダムと合流する手前の川になるんですけども、まあ、ずっとこんな感じで引き上がってるんですけども、今日の朝から雨がずっと降り続いてるんですけども、多少前回あのいた時より川の流れがあるようです。で今日はですね、あの前回旭川ダムの半分まで行きました。この先に、橋がいくつかあったりするんですけども、そこから、さらに、北上しまして、前回お届けできなかった場所をお届け、撮影していこうかなと思います。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。